ご飯が美味しくて海は綺麗で、すごいでっかいカニもいましたあって、美味しいお肉、そしてなんと言っても神輿を担いだあの何とも言えない気持ちいい汗ですね。なぜか分かりませんが海に入って、僕は海に入りたくなりありませんでした。ぶち投げ込まれました。もう途中自分から入りました。でもそういう僕最初の初めてね、そういうようななんというんですかね、温かみのある人のぬくもりを感じれる祭りです。来てください。